ングアライアンス会長ジャック・ペトリック、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・ブレアス。さあ札幌中島体育センタータイトルマッチ宣言が今行われました。そしてベルトの返還、天竜勝てば4冠、鶴田やつ一気に無冠になります。ベルトの重みというものを今ひしと感じているのは鶴田やつではないかと思います。さあ果たして守れるか、それとも防衛か。ジャンボ鶴田やつ吉明君からベルトが返還されました。両チームの紹介であります。ベストパートナーと言っています。反骨の三冠王、四冠ダッシュは目前。天竜初めて巻いたベルトだ、絶対に渡さない。八津義明爽やかな北海道、爽やか鶴田、ジャンボ鶴田、60分の一本勝負で行われます決戦札幌。さあ夏の北の決戦、世界タッグ選手権、守るか奪うか、4冠か無冠か、いずれにせよギリギリのギリギリの熱い戦いになることは間違いありません。解説はジャイアント馬場さんでございます。さあこの8度目の防衛戦になりました鶴田やつ、馬場さんこの北海道遠征鶴田欠場しました、この札幌からですね馬場さんね、登場したのは、はい、まあ軽い足首の捻挫なんですかね、まあ、軽いんですけどもやっぱり今日は大事ですからね。そうでしょうね。さあそのジャンボ鶴田がまずは控えに入ります。さあ札幌中島体育センター、天竜が出てきましたのでファンが鶴田をリングに上げました。札幌中島体育センター満員のファンがジャンボ鶴田対天竜の対決を望んでいます。さあ激突だ、鶴田と天竜。さあジャンボ鶴田が果たしてジャンピングには打てるかどうか。反省、ああ打った。しかし左の足首にちょっと負傷でありますが、この打った後着地の時が心配であります。さあスタンハンセンも前に出てくる、八津義明も最初からこの戦線に加わりました。右足で蹴ります、蹴りまくるジャンボ鶴田、起き上がった天竜、借りてチョップ、その前にキックが一つ入っています。両選手飛んだ、あっと手前カウンターのロングキック当たりました、ハイキックに当たっております。鶴田さあ今度はスタンハンセンが出てまいりました。首投げ一戦、まず2位落とした、首の付け根に2位落としました。さあそしてスリーパーのような形、フェイスロックから顔面攻撃、がむしゃらに攻め込んでおりますスタンハンセン。馬場さん特に天竜と組んだスタンハンセン、このシリーズすごく輝いてますね。やっぱりね、天竜と組んでしまうとね、はい、後がないと言いますかね、ははは、これ以上の相手と組みようがないわけですから、これでその敗戦ということはね、やっぱり示されませんよね、はい、本人にとってですよ。あ、なるほどね。さあジャンボ鶴田を餌食にいたしますか。さあ超党派タッグ、3ヶ月ぶりに正式に合体いたしました。ダブルの攻撃が当たっている。さあ鶴田序盤戦から打たれている。さあ試合3回上決勝をした鶴田、それだけハンディキャップがあります。猛然と鶴田を狙い撃ち、円髄も当たっている。ダブルチョップ、背中越し、背骨の真ん中痛い。今度はこの手を出してチョップ、一つ一つ天竜の攻撃に札幌のお客さんがおおという叫び声もあります。さあ猛烈なチョップが当たった鶴田、返した、まだ取れない、まだ前に出たが足でキック。さあ軌道マークの当たりを蹴りました。ジャンボ鶴田、やっとやつの自軍のコーナー、チャンピオンコーナーに連れてきた。ここで俺はやつの登場、おそらく鍵を握っていくのはやつかと思います。ジャイアントパパさんの高崎の解説の中にもありました、このタイトルマッチ防衛するんだったらこのやつの働きいかん、こう言っています。やつが飛んだラリアットを打って天竜を潰しに行きます。さあ今度はスリーパーホールドに取りました、そのやつ吉明であります。馬場さん、この両チーム4月の4日に横浜で対決して、辛くも王者チームはリングアウトで防衛に成功したんですが、もう天竜とハンセンのラリアットをめちゃくちゃに受けたのがやつでしたね。そうですね、さあそのやつ、果たしてラリアット対策はできているんでありましょうか。果敢にまたスタンハンセンが出てまいりました。さあスタンハンセンがやつを場外に連れ出した、負けません王者やつ、負けません。前に出た顔面かきむしり、そしてリング
試合の権利があるのは天理だ。天理がなくても前に出てくるんです。このスタンハンセンの憤り。さあスタンハンセンが大いに張り切っています。この今戦っている天竜源一郎にダブルの攻撃。さあもういったランニングのラゲット。スタンハンセンの力が加わっている、魂が加わっている。序盤戦は全くチャレンジャーチームのリード。リングの中央再びハンセンが出てまいりました。今のスタンハンセンはいわゆる自分のシングルベルト三冠ダッシュを忘れているような、そういう感じ。自分を忘れましてひたすらこの世界タッグの挑戦に熱中しています。その気持ちというんでしょうか、心情を天竜選手が馬場さんやっと分かってきたんだということを言ってますね。自分の個人のペースを忘れて俺のために協力してくれるハンセン、それなら頑張らなくてはいけない。2人の心は今この北海道でぴったりであります。さあ天竜とスタンハンセンが再び出てまいりました。がむしゃらに密着プレー。チャレンジャーの王者チームの八津義明、今日の八津まだまだ試合始まったばかりですが、馬場さん鍵を握る男八津の動きどうですか。八津も悪くないと思いますけども、ただね、この天竜とハンセンやっぱりその出過ぎというかね、はい、2人でこのしょっちゅう2人でしょ、ほら今、また出てきてますね。ハンセンが、まあ、悪かった出てるんですよね。まあ、2人の軌道は今心が一つになって非常に交わっているということを言っておりましたが、その反面天竜がちらっと漏らしていたのは一つ軌道が狂うと大変なことになる。ハンセンが暴走しないようにそのあたりも見届けなくてはいけない。チャレンジャーチームの天竜心の内を開けてくれました。ちょっと今までの流れは馬場さん、スタンハンセンの暴走気味なところを心配しているわけですか。別に心配はしてませんけどね、それだけあのハンセンが張り切ってるんでしょうね、はい、張り切ってるんですよね。私たちはそう見たいと思います。何が何でも五輪コンビを破りましてこの天竜に4つのベルトを任せたい、そう言っています。さあおやおやのファイトが始まりました。猛然と襲いかかります。八津義明の猛烈果敢な攻撃であります。さあ天竜ハンセンが相手ではいわゆるこの頑張りだけでは通用しません。さあ天竜ハンセンを上回るような攻撃の幅が必要であります。さあ18番韓国固めまでに行くには相当時間がかかるんです。それまでどういうつなぎの技を見せるか、ここがおそらく鍵になってくるでしょう。さあ八津義明からジャンボ鶴田へのつなぎ。さあ鶴田がアームブリーカーに取ったぞ。さあ1発目2発目さあウエスタンラリアット、これを殺しています。もう1回トップロープに相手の腕を巻きました。いずれも左の腕を殺している。もう1回完全に左の腕を狙っている。さあスタンハンセン馬力に物言わせまして、また前に出てきた。動かない、ハンセン動かず、うまいカット。さすがに試合巧者鶴田、あっとうまく首を取って投げました。もう1回潰しにかかります。左のいわゆる足の側頭部の靭帯がやや緩んだという感じでありますが、さあしかしそんなことはもうお構いなし。勝負が始まったら分かりません。堂々と渡り合っています。さあ初の場外戦だ。世界タッグの選手権試合、あくまでもウエスタンラリアットを殺す狙い。いい攻撃だ鶴田八津、あうんの呼吸でしょう。完全に左の腕を狙っています。さあどこまで狙うんでしょうか。ウエスタンラリアットは一発も打たせない。これがラリアット作戦、封じ作戦の一つなんでしょうか。いいコンビネーションプレーを見せています。左の腕を完全に狙っているのはやはり五輪コンビとしてはこれはセオリー通りの攻撃ですか、馬場さん。セオリー通りというと、まあ、今のところセオリーなんてないでしょうね、この攻め方では、はい、いやしかしウエスタンラリアット怖いですもんね。これをいかに打たせないか、ここがテーマになってるんじゃないでしょうかね。はい、でもね、今までのパターンとしてハンセンのラリアットはね、本当にここぞという時しか出ませんからね。その左腕を今度は脇固めのような形で八津義明が猛然と襲いかかって締めています。これはもう完全に脇固めに入りました。さあジャンボ鶴田八津義明、非常に頭のいいチームであります。おそらく2人で考え抜いた技じゃないでしょうか。さあ腕式逆十字の形になりました。左も左半身攻撃、左腕攻撃に、集中しているようなそんな感じでありますが、しかし馬場さんご指摘のように一気に上サンダルアットが飛んでいきます。これが恐ろしいんだ、スタンハンセンの馬力。さあチャレンジャーチームの天竜とそしてスタン・ハンセンであります。呼吸という意味ではハンセンがもう天竜が試合の権利にあってもどんどん出てくるということは呼吸がぴったりというふうに見て馬場さんよろしいですね。ハンセン天竜ぴったりでもないでしょう。あそうですか、呼吸ぴったりじゃないですか、まあ、ハンセンがねやっぱり焦ってるというのが本音じゃないですかね。そう見ますか、そうですか、なるほど。この辺りが勝負のポイントになるのかもしれません。馬場さんの冷静な解説であります。さあスタンハンセンが出てきています。さあ続いて天竜が出てきました。一歩ロープに下がった、キチンシンク当たったぞ、胃袋蹴り当たったぞ。さあブルダッキングヘッドラック、今日はいい角度抑えた、
動しています。やつの試合してあります。さあもう一回攻め込みます。そしてチャンピオンコーナー、レッドコーナーに連れてきた。ジャンボ鶴田と合体。さあ呼吸が合っているチャンピオンチーム。さあ天竜にサンドイッチ攻撃か。サンドイッチ攻撃、サンドイッチジャンピングに。さあ着地もうまくいった。左の足、側体の部分、人体の緩みは気にしていません。ジャンボ鶴田、さあパワーボムか、リバースで返すか。力のある攻防。世界タッグ選手権であります。ジャンボ鶴田、八津芳明、王者チームであります。さあジャンボ鶴田と八津、リバースで返した。天竜まずは打ち勝ちました。王者チーム勝てば今夜8回目の防衛戦、そして2回目の挑戦でこの世界タッグを手に入れることができるか。ハンセン天竜組、脇を開けたぞ、脇を開けた。まずキックが飛んでいきます。スタンハンセンの太い足、そしてボディにパンツ一閃。相手がくの字になった。ジャンボ鶴田くの字になった。もう一回脇を打った、脇を打った。さあ完全と胃袋蹴り、そして胃袋のちょっと、ポジションを変えて打っていきます。ここは苦しいところ、レスラーにとっても非常に苦しいところ。心を打たれますと動きが止まっていくんです。あ、また行きました。ジャンピングに、ニーパットを完全に胃袋のあたり、そして脇腹のあたりに狙っています。鶴田の動きが完全にここで止まってしまいました。さあちょっと赤信号が止まります。世界タッグのチャンピオンチーム、さあ下腹を打たれました。苦しい、鶴田苦しい。さあ試合の間から3会場でありますが、欠場しておりますので、ここはちょっと苦しいか。さあ一気に天竜がいきます。チャレンジャーチーム、ババさん勢いが出てきましたね。そうです、はい、トップのエルボーでした。これがいいタイミングで当たっている。このタイミングが時々狂うことがありますが、今日は完璧 100% の命中率。天竜源一郎エルボーでやります。バックドロップ、どうだ。あの大阪で打った時には3連発のバックドロップでこの世界タッグを奪還したんです。さあ鶴田やつ、根性の鶴田やつ、8度目の防衛なるかどうか。絶対に負けられない世界チャンピオン。さあ今度は反対にバックドロップは天竜が打った。1対1、バックドロップ合戦は1対1。さあ膝をついてスタンハンセンを呼び込んでまいります。絶対に負けられない。この防衛戦負けたら五輪コンビの格が下がってしまいます。天竜からハンセンへのつなぎ、エルボー落とした。また猛然とカバーの体勢だ。どんな体勢からもカバーに行くことができます。それがスタンハンセンの強みであります。さあ3会場、試合を欠場したのはもう事実であります。鶴田、しかしそんなことでは参らないと言っております。試合の間もすでに戻っていると言っています。さあ鶴田からヤツ、ヤツが打った。今日の馬場さん、ヤツ頑張ってますね。はい、さあ円錐を打ったぞ。キーポイントになっております。ヤツ押し上げ、もう一回円錐だ、円錐だ。かつてバリアット地獄に悩んだこともありました。デビュー当時の八津芳明、宿敵スタンハンセンに向かいまして堂々胸を張って戦っています。大きく持ち上げてボディースラップを叩きつけた。これも力があります。さああっという間にセカンドロープからトップロープに上がってそーっと新兵器を出すか。なんだ、エルボー、ダイビングエルボードロップ、そのまま落としてカバーの体勢、カウント2まで入った。スタンハンセンの動きがここで止まったぞ。さあ世界チャンピオン、さあ世界チャンピオン、さあここでチャンスを見出すかどうか。スタンハンセンがまた動き回った。その馬力、エルボー、すごい量が飛んでいく。一気にお尻が沈んでしまいました。さあ動きが止まると怖いぞ、動きが止まると怖い。今度はチャレンジャーチーム、スタンハンセン、天竜源一郎、自分のペースで確信してるんでしょう。さあ今度は円錐、相手が沈んでいきます。さあ天竜が非常に冷静沈着な、非常に冷静沈着なプレーを見せています。さあパワースラムだが、パワーボムか、パワーボムか、どうだ。まだ持ち上げない。2ダウンしてしっかりこらえるやつ、やつの馬場さん、パワーボムのこらえ方どうですか。左の膝をついています。膝をついたダメ、いいですか。あ、持ち上げられましたね。今度はあーっとジャンボ鶴田危ないと思いましたか。膝をついたらどうなんですか。あの持ち上げられた時、持ち上げられません。持ち上げられないということはいいことですね。そうですね、はい、いいディフェンスを見せた。もう一回、おー、やつが取った。思い切ってドラッグキック、思い切ってドラッグキック、やつよしあき。さあここでまた試合の体勢を考え直すかどうか、組み立てができるかどうか。王者チーム、フロントスープレックス打たせない。あーっとすごいちょっとな、もう一回抱っ抱えてボディスラムか。おっと回転した、足を取ってる、首固め、抑えた、やつが抑えた。天竜返します。激しいスピードに乗りました。世界タッグ選手権、フロントスープレックス、やつが打った。やつが非常に光っています。防衛の可能性も出てまいりました。防衛すれば8度目、絶対に大台の10回の防衛に必ず乗せる。そしてそのまま暮れの世界最強 V ちゃんを狙うと言っておりました。さあおっと後ろが見えないか、先に鶴田に渡した。さあ八つの力を借りて、2パットだ、顎に当たりましたが、もんどり打ってジャンボ鶴田が場外に落っこってしまいました。さあ天竜の表情はどうか。場外鶴田、これが鶴田でやります。左足のこの
のくるぶしのあたり側頭部靭帯が緩んだということでありますが、今のちょっと落ち方が、馬場さん大丈夫ですかね、ああいう落ち方して。大丈夫じゃないですけどね、ああいう落ち方ちょっと危険ですね、そうですね、やっぱり勢いが余りましたね、はい、勢いが余りましたね、ちょっと足を引きずっているような、ちょっと茶の間のファンの皆さんは左足十分にちょっと見てください、ちょっと左足を引きずってきたぞ、左足の、くるぶしの側頭部の、靭帯が緩んでいるんです、ここをテーピングしてチューズで見えなくしておりますけれども、やはり3日間欠場は事実でした。あ、ここを狙ってきます、スタンハンセガン、狙っとトーホールドに行きました、やはり左足、これを狙ってまいりました、相手のウィークポイントを狙うのはこれこそ馬場さんセオリーですからね、もう相手の痛めたところガンガン狙っています、ここでね、やっぱり接戦になればもう仕方がないですね、狙われるのは。そうですね、この腕力、この大きな手で、この両方の足首、ヒールの部分、頭の部分をもう完全に狙っています。さあここでスタンハンセン、天竜源一郎、さあ秘密作戦なんでしょう、左の足を完全に狙ってまいりました、ここで一気にペースを取って王座奪還か、王座奪還か、さあそういう雰囲気にもなってまいりました、北の基盤、札幌中島体育センター満員の盛況、さあ一進一退の攻防からここに来てジャンボ鶴田の負傷、左の足首狙い、これが出てまいりましたので、ちょっと危険信号であります、また狙います、容赦しません天竜、あ、初めて悲鳴を上げました、痛みが走るんでしょう、シューズを履いておりますので、お茶の間のファンの皆さん、それからリングサイドの皆さんはどこが痛いのかちょっと分かりにくいかと思いますが、厚いテーピング、厚いテーピング、その上から、あ、あっと左の足ちょっと動けなくなりました、また左足狙いでしょうか、左足狙い、この側頭部の外側、側頭部の外側、さあトーホールド、今度はねじりを加えました、ちょっと苦しい展開ですね、鶴田がね、そして膝十二段目に持っていこうとしております、さあ今度はアキレス腱固めか、アキレス腱固めに入りました、天竜源一郎であります、もう一回、もう一回、今度は八吉明、おっとスタンハンセンにもちょっかい出しますが、これはパートナーを助けるべきでしょう、パートナーを助けるべきでしょう、ちょっと方向を見失いましたが、スタンハンセンがまた入ってまいりました、スタンハンセンのリングの中での入りが非常に速い、抑えています、抑えていますが、今度はスタンハンセン、あ、タッチがいくらかあったようです、天竜からスタンハンセンのタッチがあったのか、しかし上樋口レフリーはスタンハンセンコーナーに戻れ、こう言っています、勝負は15分が経過いたしました、大きな山がそろそろ訪れるような世界タッグの選手権試合、札幌決戦であります、馬場さんどうご覧になりますか、ここまで15分が経過しましたが、鶴田がちょっと負傷したところを痛められてますね、そうですね、まあ、それだけは心配ですね、そこが心配ですね、さあ今度はゆっくりとフィギュア4レッグロックに入るのか、それとも監獄固めですかね、これはインディアン固め、ね、インディアンデスロックですね、ひとまずインディアンデスロック、はい、やはり左足を狙っております、天竜源一郎であります、ここはちょっと隙間ができましたので、八つ吉明が入る余地がありました、八つが入ってくると天竜のパート、下の図ももう全然遠ざかって、完全にくるぶしのあたりを狙っています、さあ八つが起こったぞ、今度は天竜に一撃、天竜に一撃、まだしかしインディアンデスロック離れておりません、離れておりません、後頭部に打ったキックを打った八つも興奮状態であります、さあ八つも世界タッグの防衛を果たして天竜の三冠に挑戦したい気持ちは持っているでしょう、さあ剣が皆に立たされております、このベルトを失いますと無冠になります、パワーボムいった、でパワーボム一発で炸裂、カウント八つ、あーっとちょっと八つの入りがかか、あーっとチケットが遅い感じ、かろうじて跳ねのけました、天竜に勢いが出てまいりました、パワーボムです、パワーボムの一発目、さあもう一回狙うち、日本武道館の二の前になるのか、さあもう一回しっかりとアキレス腱を攻め込んでおります、スタンハンセン、どうしても鶴田負傷した左足を狙われております、ここをどうにか防いだら、防いだら苦しさの後には楽しさが来る、こう言っておりますが、さあどうでしょうか、ここはしのぎどころ、ここで八つ吉明が体ごとぶつかります、体ごとぶつかっておりますが、しかしアキレス腱にしっかりと両方の足が絡まっています、さあ苦しくなりました、苦しくなりました、ジャンボ鶴田悲鳴を上げる、ハンセンの猛烈なコール、ハンセンの馬力、超馬力がここで物を言うかどうか、八つどうしてほどかない、八つの助っ人がちょっと遅い、八つもっと言ってもいいだろう、さあパートナーが相当やられている、綺麗な試合をしようとしているのか、八つやっと両選手を振りほどいた、しかしスタンハンセン、この執念、ベルトへの執念だ、ベルトへの返り咲きを狙っているスタンハンセン、そして天竜が来た、天竜のラリアット、八つに命中、そして表を向かせて、また天竜対鶴田、
天竜対鶴田であります。あの6戦後日本武道会の戦いから約1ヶ月が経過いたしました。敗れた鶴田にはショックがない。しかし今夜の世界タッグちょっと負傷しておりますので気持ちはどうでしょうか、胸中どうでしょうか。かなり追い込まれているのは事実だ。かなり追い込まれた世界タッグチャンピオンチーム、やつが今度は反撃、やつが反撃。さあジャンボ鶴田を外に引きずり落とした、引きずり落とした。これが三半線、あっととうとう狂気を持った、また左の足、ここが痛いんです。試合を3日間欠場、デビューして16年目、デビューして16年目、試合を休んだのは3回目。もうしょうがなく試合を休みました鶴田。さあ今度は反対の天竜がドロップキック。さあ三連戦が猛然と襲いかかっています。ちょっとババさん、反戦やりすぎのような感じがしますよね。椅子は持たなくてもいいんじゃないかと思うんですよね。そうですね、それだけの力があるんですからね、今椅子が離れてジャンボ鶴田をリングの中に戻した。今度はやつの両手に椅子が入ってきた。さあ目には目をといったところでしょうか。パートナーのやつがちょっと狂っています。さあおっと下にいるのはスタンハンセンに猛然と椅子攻撃。その間にいいパートナーが、その間にジャンボ鶴田はリングの中で休むことができます。試合の権利のあるのはジャンボ鶴田であります。おっと天竜がサッカーブロキック場外。さあ痛めつけてまた2人両雄の対決になりました。世界タッグの選手権試合、荒れ模様の札幌決戦。さあ鶴田ちょっと痛々しい表情だ。リングシューズを履いておりますのではっきりとは分かりませんが、表情を見ると相当痛い。エンズイを打たれている。足を引きずった、足を持った、リングの中に持ってきたぞ。さあ逆エビの体勢であります。逆エビの体勢、悲鳴を上げる。これでまさかギブアップはないと思いますが、おっとここでグレート歌舞伎、あの高崎大会でちょっと不穏なムードを、シックスメンタグマッチの時にちょっと不穏なムードを感じさせた試合がありましたけれども、ここでグレート歌舞伎が来てどうでしょうか。あの高崎大会ではリングの中でやり合った中ですけれども、外に回ったグレート歌舞伎、今声援を送ったようです。声援を送った、あっとやつにも作戦をさせた。リングの中パワーバム、合体パワーバム、バニキュス合体パワーバム、伸びた鶴田、伸びた、危ない動けない、あやつが上位に送り出された、危ない、カバーに行かれると、危ない、カバーに行かれると王座を失います。カバーに行かれると、さあまた逆を取った、逆エビしっかりと、さあ狙っております。今度はやっぱり左の足です。狙ってるやつがまた椅子を取った、逆エビの体勢。さあギブアップかベルトが移るか、やつ背中にあー入って椅子攻撃、天竜飛び出した、天竜の腰骨のあたりに椅子攻撃、やつまた場外に落とされた。試合の中ウエスタンなりやったのがあるぞ、危ないぞ、天竜やつを追った、天竜やつを追いました。リングの中左足をちょっと痛めながらもがき苦しんでいます。さあリンチだ、外でやつが、リンチ系に合っている、危ない。さあ天竜とハンセンがやつを連れ出している。リングの中残っているのがジャンボ鶴田、左足の側頭部もがき苦しんでいるジャンボ鶴田、リングアウト勝ちの可能性が出てきたぞ。カウントが続く。さあハンセンと天竜、カウントを聞いて今入ってきた、スタンハンセン入ってきた、起き上がった、鶴田起き上がった、さあ反撃体勢、鶴田起き上がった、さあ痛みをこらえてジャンピングニーの連打、ジャンピングで打ちまくる、スタンハンセンをこらえて大きなジャンピングニーか、あまり飛べない、跳躍力ない、カウント、スリー、カウントスリー、ニューチャンピオン誕生、スタンハンセン天竜源一郎、トップのスタンハンセンのウエスタンラリアットでした。ニューチャンピオンが誕生いたしました。天竜ハンセン、日米超党がコンビ、とうとう世界タッグのベルトを取った。そして天竜は4冠に輝きます。とうとう天竜とそれからハンセン、堂々の世界タッグダッシュ。